宮原総合運転所、宮原総車場正門宮原総合運転所とは、かつて、大阪府大阪市淀川区北川東4丁目にあった、西日本旅客鉄道の車両基地である。2012年6月の組織改正により、阿保市総合車両所宮原支所に継承されている。本校では停車場としての宮原総車場についても、記述する。近畿統括本部の管轄で、 新大阪駅の南西に位置している。敷地面積は146,189平方メートル。大阪駅の輸送量の増加により電化と高架化によって旅客扱いする専用駅として改良されることになり、これとは別に留置、清掃をする車両基地としての必要性が高まり、宮原奏車場が開設された。その後、宮原機関区、宮原客区 宮原原区が発足し、列車の蘇生、車両の入れ替えなどを行う総車場としての宮原総車場の4つが同一構内にあった。民営会構は、当海号を経て宮原総合運転所としていたが、2012年6月1日に、研修体制の見直しにより、阿保市総合車両所に統合されて、宮原支所となった。大阪駅発着の快速、タンバロ快速と一部の特急、 サンダーバード、日田は、東運転所まで改装されている。かつては、寝台特急、トワイライトエクスプレス、日本海、特急、白鳥と、品野なども改装されていた。機関車や客車など、他車種が所属しているため、研修庫は、機関車庫、機関車資行庫、客車庫、電車庫が設けられている。校内配線は、発線が18線、偽線が17線、 電車始業船が5線、客車始業船が5線、電流船が1 3線、留置船が1 9線、開業船が2線、研修船が1 7線設けられている。旅客車は所属組織の略号と、宮原の電報略号である、ミハから構成されている。国鉄時代は、大ミハで、JR 発足後は近ミハであった。その後の組織改正により、本ミハとなり、大ミハを経て、 2010年12月1日の組織改正により近未派となった。機関車は宮原を意味する宮となっている。廃止時の所属車両、編集2012年4月1日当時の所属車両は以下の通り。なお、車席がないものの保存されている車両があり、保存車両に記載している。電車、編集客車、編集サロンカー、何はあすかすでに廃車解体一部は、 京都鉄道博物館へ寄贈されている。機関車、編集、右手奥が、運転所。左手で、北方貨物線が、新幹線高架下へ入る宮原総社場は、東海道本線貨物支線から宮原、総合運転所への入り出く線が分岐する、停車場の名称として残っているほか、北方貨物線を経由せずに新大阪駅構内で、分岐する、回送線経由で、 直接、入りでくする列車の運転時刻表でも、当運転所は、宮原として記載されている。西日本旅客鉄道東海道、本線貨物支線水高貨物ターミナル駅、宮原奏車場天ヶ崎駅。ありがとうございます。